こんにちは。今日は文学作品の暗記をやっていきたいと思います。皆さん文学作品覚えられてますか？今日は明治時代の有名な文学作品を語呂合わせで覚えていきたいと思います。語呂合わせは明治の森姫村で買い物、夏はそれから米作るです。この森は森鴎外の森、姫は森鴎外の有名な作品舞姫から取ってきてます。この村は島崎藤村の村から、そしてこの買い物の貝は島崎藤村の破壊の貝から取ってきてます。でここ夏は夏目漱石の夏、それから心、明暗のそれぞれ頭文字を取ってこうなってます。皆さんも声に出して言ってみてください。バイバイ。